しら。 復旧するんだ。 喉が渇いた。 大丈夫かな。 いい車だろ。
Yeah, demo, masaka sonna. ついはね。行くだ。とにかく肉を食べないと。元気になるぞ。ナオトのやつ。山の手に進んで。喧嘩なのか。
つ復旧するんだ。10分後、松野さんから関係者が集まったとの連絡があり、私とカナエさんは中華料理店再起楼に向かった。皆さんに聞いていただきたいことがあります。さて、私が関係者に伝えたいことは、直人さんは犯人じゃありません。私は放火現場に落ちていた手紙は直人さんに頼まれ私が落としたものであるということ、私が犯人ではないことは理恵さんが証人であること、そして放火現場にハンカチが落ちていたことを説明した。つまりこのハンカチは真犯人の落とし物ということになります。続けて私は静香ママの証言により、このハンカチがホテル長慶の記念品であること、そしてハンカチの刺繍から13年前料理長だった人物に贈られたものであったことを説明した。つまり犯人は松野さんが料理長になる前、13年前ホテル長慶の料理長だった人物。犯人は野際さん、あなたです。そうです。そのハンカチは私が13年前にホテル長慶で料理長をしていた時にもらったものです。そしてオーナーの家に火をつけたのも私です。リ近寄るな。オーナー、あなたのせいで私たちは。落ち着いて。そんなことをしても何もならない。私は若い頃からずっとホテル長慶で働いていました。そして努力の末料理長まで上り詰め、長い間厨房からホテル長慶を支えてきました。しかし10年前ホテル長慶の前社長が亡くなり、社長が変わったばかりの時にホテル長慶は食中毒を出してしまいました。原因は若手従業員の不注意です。
しかし新社長からは、お前はクビだ、新しい料理長は松野さん、あなただと。当時の私は家を建てたばかりで多額の借金があり、女房にも二人目の子供ができたばかりでした。再就職しようにも、解雇された料理人を誰も雇いはしません。収入がないまま一年が過ぎ、家も何もかも失い、私は家族と心中を決意しました。しかし亡くなったのは女房と生まれたばかりの息子だけ。私は罪を問われ、小学生だった娘の親権も剥奪されました。それから刑期を終え、生きる意味もなく暮らしていたある日、忘れもしません、オーナー、あなたの店の求人を見かけ、私は復讐を決意しました。そうだ、この子を殺す、そしてあなたにも。あ、このあざは、松野さん、この子は。リエは私の本当の娘ではありません。子供のいなかった私が里親として引き取った子です。あなたの息子さんを疑って申し訳ありませんでした。この通りです。それに私は下町の皆さんを下に見ていたと思う。本当に申し訳ない。いやいや、俺たちも山手の人たちをうさんくさいとか誤解してたよ。申し訳ねえ。それくらいにしたら、せっかくの麻婆豆腐が焦げちゃうわよ。そうそう、島杉さんの豆腐は素晴らしいですな。私の麻婆豆腐にぴったりだ。いやいや、松野さんの味付けも大したもんですよ。こんな繊細な味付け、俺たちには絶対真似できねえ。おい、大変だ。ユリガサカマルシェに泥棒が入ったらしい。犯人はこの界隈をうろうろしていた二人組らしい。二人組？まさか君たちが。
僕です、ナオトです。逃げてください。線路に上がれるように足場を用意しておきました。町のみんなは宴会で盛り上がっています。今のうちに早く。ありがとう。この恩は忘れないわ。いえ、こちらこそ。あなたたちのおかげで僕らは交際を認められて、町のみんなは仲直りできたんです。お礼を言うのはこちらの方です。さあ、急いで。他の人に見つかるといけないから、こっそり逃げてください。僕らは先に行ってます。
いくら中西さんでも何度も説明したでしょう。我々それよりも中西さん。先日お話ししました私どもからのお願いについてご検討、ぜひこのケルベロスで夏腕を振るってもらいたい。だいたいあの霧島などという思いやりのかけケルベロスに来ていただければ社長をあなたに譲ってもいい。どうだろう、悪い話じゃないだろう。いや、私のようなものを大層買っていただき恐縮しておりますが、レストラを離れる気はありません。確かにうちの霧島は気の強さゆえに人を傷つけることがありますが、それでも私は彼の能力、先見性に欠けているんです。とにかくメディアを使って虚偽の情報を流すようなことはやめてください。頼みましたよ。
あなた、確か。どこかでお会いしたかしら。
あなた、私の宝石を狙ってるんでしょ。この宝石は私のものよ。誰にも渡さないわ。その宝石はあなたのものよ。そうよ、これは私のものよ。誰にも渡さないわ。また会ったわね。話したいことがあるの。ここじゃなんだから、後で少し時間ちょうだい。何やら事情がありそうね。分かったわ。
ありがとう。こんにちは。私のこと覚えていますか？おととい、ビルの中で取り残されてしまったのを助けていただいた弥生です。覚えているわよ。あの時はすっごく疲れていたわね。恥ずかしい。私その場で倒れ込んじゃいましたからね。瓦礫の撤去をしようとしても大きな余震が続いているためうまくいかないそうです。砂ぼこりもすごいです。帰れなくなった人のためにそこのカーディーラーさんがショールーム内で泊まらせてくださっているんです。家にも連絡できていないし、お母さん心配してるだろうな。お互い無事に帰れるよう頑張りましょう。そうですね、頑張りましょう。私しばらくショールームでお世話になってると思います。この辺りに立ち寄ることがあったらぜひ声をかけてください。私帰れる糸口が見つかったらショールームの方に伝言を頼むようにします。気をつけてくださいね。髪が切られて、メガネも割れている。一体あれから何があったの？昨日の夜よ、寝ている間に髪を切られていたの。気配がして目が覚めたんだけど、寝てるふりをしたの。犯人の顔を見てやろうと思って。犯人は一人だった。ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ。すごく蔑むような表情で笑ってた。すごく怖くなって、動けなくなって、
そのまま彼女が気の済むまで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なの？もしかして。もしかして清水秀美さんの仕業なの？違うわ。秀美さんは一人でそこまでする度胸はないもの。エリさんよ、自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの。怖い人。私の感情をおもちゃにしてるんだわ。エリさんはもともと残忍な一面を持っていたんだろうな。